試合に先立ちまして、チャンピオン、日向和美選手、チャンピオンベルトの返還です。いたしました。本日のファイナルマッチ JWP 認定無差別級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナーチャレンジャーアルシノリードアップ140パウンドガーリー。赤コーナーチャンピオン136パウンド日向和美。ベリーテチンコ。Thank you.
Yeah!
Thank you.
負けるのもまた一つの人生。今日はリュアに300人も入ったことだし、今日は日向君、君の勝ち。大前だろ。シングルのベルトは君の方が似合ってるわ、やっぱり。でもな、私はタッグの三冠王、女子プロ界の武藤圭司。JWP タッグのベルトをかけてやってもいいよ。その決着は来年に持ち越しということで、 JWP のファンの皆さん、良いお年を。ほな、さいなら。見事防衛いたしました日向あずみ選手には JWP 代表取締役社長篠崎一郎氏より認定証が贈られます。認定証、日向あずみ殿、あなたはディファー焼けで行った JWP によって無差別級選手権で運動勝利を収めチャンピオンとなられました。公認チャンピオンベルトと認定証を送りすることになります。平成13年12月9日 JWP によって続きまして、勝負者との授業を取られます。21分24秒、課題のためチャンピオン日向あずみ選手の防衛となります。見事防衛いたしました日向あずみ選手、もう一度大きな拍手をお願いいたします。
チャンピオン日向和美選手よりチャンピオンベルトの返還です。本日のファイナルマッチ JWP 認定無差別級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナーチャレンジャーアルシノリードラック140パウンドガーミー。赤コーナーチャンピオン136パウンド日向和美。ベリーテチンコ。負けるな、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 負ける
Thank you.
you